ワイドツーリングクラス決勝 MA 第8位小池豊選手、第7位小池渉選手、第6位岩田充選手、第5位山口圭一郎選手、第4位佐々木忠選手。さあそしてこちらから表彰がございます。第3位軽部俊勝選手、車を持ってお越しください。はい、おめでとうございます。さあ軽部選手は代表権も獲得となっております。第2位小枝和弘選手、さあ小枝選手も見事代表権獲得となります。さあそしてワイドツーリングクラス本日優勝、山本浩二選手。さあ山本選手は期待ということで、また次回ミニッツカップで優勝を狙っているんだと思います。はい、それでは写真撮影、まずは表彰のオフィシャルカメラ、ホームページに載る写真となりますので素敵な笑顔でお願いします。はい、おめでとうございます。さあ続きましてノービスクラス表彰に入ります。ノービスクラス第8位長島啓太選手、第7位伊勢正則選手、第6位青山和也選手、第5位滝川義則選手、第4位平賀陽一選手。さあそしてここから表彰がございます。ノービスクラス第3位小松雄二選手、続きましてノービスクラス第2位アサリルナ選手。さあおめでとうございます。第2位、さあ見事ノービスクラス優勝、伊谷静香選手。さあ女性ドライバー大活躍のノービスクラス、さあこちら表彰オフィシャルカメラ撮ってます。はい、ありがとうございます。さあ続きまして FWD クラス表彰に入ります。第8位、こちらは小枝選手辞退ということですので第7位から発表いたします。第7位宮本康弘選手、第6位田代直樹選手、第5位浅利博選手、第4位岩谷健二選手。さあそしてここから表彰となります。 FWD クラス決勝 MA 第3位米本健二選手。さあ米本選手は代表権
獲得となっております。さあ続きまして第2位山本浩二選手。さあ山本選手はこちらのクラスも代表権辞退されております。さあ見事優勝福本大二選手。さあ福本選手は見事代表権獲得となります。はい、ありがとうございます。まだ撮る方いらっしゃいました。はい、おめでとうございます。さあ、そして最後プロダクションクラス表彰に入ります。さあ、このクラスは2名の福本選手、軽部選手がすでに代表権獲得しておりましたので第6位からの表彰となります。第6位柴崎雄二選手。第5位田代直樹選手。第4位山口圭一郎選手。さあそしてここからが表彰となります。第3位天満孝之選手。はい、おめでとうございます。さあこちら天満選手も代表権獲得となっております。続きまして第2位佐々木忠選手。さあ佐々木選手もこちら代表権獲得となっております。さあそして見事プロダクションクラス優勝小池渉選手。さあ小池選手は代表権辞退ということでしたのでまた次回ミニスカップ北海道関東にももしかするとエントリーされるのかもしれません。さあ、シアルカメラ。はい、おめでとうございます。そして最後になりますが本日のコンクールドエレガンスボディの綺麗に塗られていた方FWD クラス参加の山本浩二選手選ばれております。車を持ってお越しください。さあ非常に目立つボディで走行中も非常に分かりやすい欲張り、すがり1位と2位の間に立つところがもう素敵。さあ表彰の方はすべてこれで終了となります。この後ですね、じゃんけん大会すぐに行いたいと思います。参加する方はなるべくコースの近くの方にお集まりください。本日は2点充電器とバッテリーのセット、それとこちら新製品 EP フェザーマーク2、今年の表彰カップに新たに加わったクラスの参戦車両となります。こちらを1名の合計2名の方となります。さあそれでは準備よろしいですか。なるべく近くに来てください。で勝った方だけ手を挙げたまま、合言を負けた方はすぐ下げてください。では行きますよ。最初はグー
じゃんけんぽん。さあ、初期の方だけ、初期の方あげといてください。まずもう一回いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。おっしゃ、もう一回やります。最初はグー、じゃんけんぽん。おっ、1人。なかなか珍しいパターン。1人です。さあ、続きまして最後、あ、ちょっと待って、写真撮影いきます。最後気合い入れていきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。パーの方だけいます。最初はグー、じゃんけんポン。さあ、グー、あ、グーの方1人。今日はなかなか珍しい、熱かった、素晴らしい。さあ、表彰カップ、これで参戦決定ということで、お仲間を誘って表彰カップにもぜひご参加お願いします。はい、ありがとうございます。これで本日のスケジュールすべて終了となります。まあ、この後撤収作業が起こされておりますが、もしお手伝いいただける方いらっしゃいましたら、今もお手伝っていただいて大変恐縮なんですが、これから撤収作業入りたいと思います。ぜひお手伝いいただける方はよろしくお願いいたします。本日はちょっと短いスケジュールで忙しかったと思いますが、いろいろありがとうございました。また北海道でもミニスカップ行いますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。本日は一日ありがとうございました。